こんにちは。お部屋探しのお手伝い、ルムパです。今回も魅力あふれる物件、少し変わった物件、一押しのおすすめ物件まで幅広く紹介していきたいと思います。前回、初めての長編動画を作ったのですが、その後、こんな出来事がありまして。ねえねえ、後輩くん。あ、先輩、どうしましたか？前回初めての長編動画の投稿だったけど、どうだった？今までやったことがないことでしたけど、自分なりに精一杯やってみました。今後もなんとかやっていけそうな気がします。あ、本当。頑張ってね。応援してるわ。はい、頑張ってみます。ところで次に撮影する物件ですか？あ、物件だったら私の方で手配しといたわよ。え、本当ですか？この物件に行ってきてちょうだい。わかりました。残ってる仕事が終わり次第。あ、なので、残っている仕事を片付けてから、今すぐ行ってきます。ということで、急いで物件を見に行ったので、今回も魅力的な物件を紹介していきます。今回紹介する物件なのですが、危険度マックス、バグった間取りということで、気になるワードが満載で興味津々です。物件情報を見ると、JR 京浜東北線の鶴見駅から徒歩2分、京急本線の京急鶴見駅からは徒歩3分という駅地下物件になります。鶴見駅には直結している商業施設のシアルがあったり、駅前に西友や商店街もある街で、かなり生活しやすいエリアです。主要な駅までのアクセスを見ても、川崎駅まで3分、横浜駅は9分、品川駅には18分という便利な位置にありまして、生活に不自由がなくて住みやすさは言うことなしといったところですね。そんな今回の物件がこちらです。おしゃれな植栽が並んでいて、スタイリッシュな外観のデザイナーズマンションです。まずは建物周辺を見ていきましょう。1階には飲食店が入っているのですね。こちらはマンション裏側の様子です。エントランスに戻る途中にダストボックスがありました。蓋付きのステンレスのタイプで、すっきりしてますね。それではエントランスを見に行きましょう。格子状のドアは珍しいし、おしゃれですね。入って左手に、集合ポストと宅配ボックスがあります。宅配ボックスは今や必須設備と言っても良いかもしれないですね。右手には、モニター付きインターホンがあります。オートロックなので安心ですね。自動ドアを入ると、絵画が飾ってありました。マンションの廊下に絵画があるのは、とても珍しいですし、高級感がありますね。エレベーターで、今回紹介する部屋がある、5階に上がります。5階は雰囲気が変わって、シックな印象ですね。それでは、内見スタート。お部屋探しは、ルムパ。玄関の土間部分が黒で、壁がコンクリート打ちっぱなし、床は白くて、モノトーン調が早速とてもスタイリッシュ。入ってすぐ右手にシューズボックスがあります。一番上は分電盤ですが、収納量がしっかりあって高さの調節もできます。ここにモニター付きインターホンがありまして、ここはダイニングキッチンのスペースになってます。向かいが一面窓で素晴らしい採光。ペニンシュラタイプのキッチンで、ここで料理をするのはとても気分が良いですよね。キッチンを見てみましょう。シンクは広くて良いですね。二口のガスコンロで、調理部分もしっかりスペースがあって、料理しやすい印象です。壁を見ると、給湯パネルと、コンセント、ライトのスイッチもあります。キッチン上部には棚がありました。細かいものはここに置けますね。振り返るとここは冷蔵庫置き場になります。天井にエアコンがついてました。その隣の扉を開けると、洗濯機置き場になってます。棚部分もあるので、洗濯用品はここにしまえますね。玄関側に戻ると、こちらにコンセントがあります。テレビ用コンセントもありますね。キッチンを反対側からも見てみましょう。小さめのテーブルなど置いて、カフェのような雰囲気にコーディネートできるイメージです。危険度マックスとは、この手すり部分だったのですね。確かに気をつける必要はある場所ですが、
開放感があっておしゃれな作りです。こちらの階段を降りてリビングに向かいます。メゾネットタイプということですね。室内呼び出しも可能なインターホンとスイッチがあります。ここにもテレビ用コンセントがありました。この物件は 1DK の間取りになってます。上下階つながった一面窓で、階段部分は吹き抜けになっていて、とても開放的で花丸。ところでこのガラスの部分、皆さん気になりますよね。後ほど紹介しますね。ここにもエアコンがありました。部屋ごとにエアコンが設置されているのは嬉しいです。ここはクローゼットです。天井までの高さがあるのでうまく活用したいですね。この扉の中も見てみましょう。こちらはトイレと独立洗面台のサニタリースペースになってます。細かいタイル調の壁と床になっていて、清潔感があり可愛い印象です。トイレは温水洗浄機付きですね。トイレットペーパーホルダーはシルバーで、こちらもおしゃれ。洗面台の四角い照明と丸い鏡が対照的でデザイン性が高いですね。小物を置けるスペースもあって、洗面台は広くて使いやすそうです。こちらにはタオル掛けもあります。ここにコンセントもありますね。洗面台下には活用したいスペースがあります。そして浴室があるのですが、ガラス張りで丸見えです。ホテルのような作り。天井にはランドリーパイプがあって、浴室乾燥機付きです。とても便利な嬉しい設備ですよね。さらに追い焚き機能付きで、ここに操作パネルがあります。デザイン性にあふれている浴室周りですが、機能性も高いのはおすすめポイントです。ここにはカーテンやブラインドをつけられるようになってますね。そしてこの窓、先ほど紹介するとお伝えしたガラス部分です。部屋だけでなく窓まで見えていて、まるでリゾートホテルの雰囲気を感じてしまいました。浴室からも見えていたバルコニーを見に行きましょう。向かいもマンションになっていますが、道を挟んでいるので採光はバッチリ。バルコニーから植栽が見えるのも爽やかで良いですよね。バルコニー自体スペースが広いのも開放感があって素敵です。皆さん、これで全部見たと思いませんでしたか？実はもう一箇所紹介する場所があるんです。この物件がバグった間取りと言っていたのもこれです。このはしご気になりますよね。ここを登っていくと、なんとロフトがありました。一部屋と言っていいほどの広さです。こちらにもテレビ用コンセント。ロフトも窓からの採光があるので明るいですし、空気の循環が良さそうです。さらにコンセントがあります。たくさんあって便利ですね。ロフトから下を覗いてみましょう。この物件がとても立体的な作りなのがわかります。吹き抜け部分が下まで見えていて、改めておしゃれな物件だなと思います。以上で今回の内見は終了です。今回の物件はデザイン性が高いけど便利なお部屋、窓が大きな開放感あるお部屋、ちょっと非日常感のあるお部屋に住んでみたい、そんな方におすすめのお部屋でした。このお部屋が気になる、実際に内見してみたい方はぜひ概要欄からのお問い合わせお待ちしております。チャンネル登録と高評価もしていただけると嬉しいです。それでは次のお部屋紹介でお会いしましょう。ではまた。